二村飛龍山陽、3番西原智明伊勢崎、4番青山周平伊勢崎、荒尾聡、その後に二村有吉と続いています。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。 G1 プレミアムカップ優勝戦スタートしました。スタート二村がちょっと遅れました。大外から金子好スタート。1コーナーは誰が制するのか。5番有吉が行きました。有吉達也トップスタート。2番手が1番の荒尾であります。ともに前回 G1 そして SG と勝っての地元凱旋シリーズ、地元両者が先頭2番手につける。そして6番の木村武が3番手、そのインコースに4番の青山周平ナンバーワン、やはり上がってまいりました。地元2人対青山周平、これは胸がドキドキする展開であります。さあ外から青山周平が荒尾聡に襲いかかる。3、4コーナーウインコース潜り込んでくる。序盤戦で一気になんと2人を捉えた、捉えた、なんと地元両者をまとめて捉えたナンバーワン青山周平先頭であります。有吉が2番手交代、荒尾が3番手、金子大輔4番手、木村武がその後ろ、三村飛龍は6番手、後方3番西原、7番の佐々木慶最後方であります。序盤戦で猛然と競り込んだ4番の青山周平が先頭であります。さあ2番手有吉、3番手の荒尾も地元2人このまま黙って終われないところなんですが、ナンバーワンが突き抜けるか。残り4周切りました。先頭4番の青山周平、さあしかしもう1回力を振り絞って有吉が接近しています。先頭2番手の距離感がじわっと縮まりました。1番の荒尾が3番手、まだ諦めていない、ネバーギブアップ。有吉達也2番手、さあ残り3周回、荒尾も3番手で食らいついている。そこに8番の金子やってきている。金子も久々の V がかかっているが現在4番手。さあ地元2人が競り合う形となった。荒尾が有吉のインコースを覗いているが有吉がキープ。さあ残り2周、これはまだドラマが待っているのか。有吉が接近する。少々膨らんだインコース入ってくるか。有吉、相当から荒尾だ。相当から荒尾がまくってくる。壮絶な戦いは相当から荒尾、内から青山並んでいる。さあブルーフラッグ残り1周回、結局は人気の2人で決まるんでしょうか。8番金子をやってきた大激戦だ。荒尾の戦輪がかかっている。突っ込めるか、いけない。4番の青山周平先頭キープ。2番手は大接戦、外から8番の金子もやってくるが2強が並んでゴール。2連覇となっています。払い戻し金です。2連単4番1番280円、2連複14の組170円、3連単4番1番6番。さあどんな表情でしょうか。たくさんのファンの方にお越しいただきました。そしてゆっくり今手を振りながらお客様の前を通っている青山周平選手です。それにしても本当に8周回があっという間と言いますか、はい、もう1周1周1コーナー1コーナーが本当に目まぐるしすぎて、はい、しかも最後の方になってまたもつれにもつれましたからね。そうなんですよ。もう抜け出した時は、はい、青山選手だなという感じがあったんですが、そこに有吉選手が迫っていって、そしてそこにさらに荒尾選手もと、はい、ではただいまより特別 G1 共同通信社杯プレミアムカップの表彰式を行います。なお新型コロナウイルスの感染症対策を取りながら行います。ご了承ください。それでは優勝いたしました青山周平選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今の気持ちを聞かせてください。はい、嬉しかったんですけど、すごく難しいソロで走るのがすごく難しかったです。大激戦でしたね。そうですね、はい、新ソロはすごく難しかったです、はい、改めて今日スタートから振り返っていただいていかがですか。スタートは少し遅れてしまったんで、まあ、その後冷静に走ろうと思って、はい、走りました、はい、2台まとめて抜いて先頭に立ったところ振り返ってどうですか。いけると思って行ってみたんですけど、すごく難しかったです、はい、先頭に立って走っていてどうでしたか。周回ごとにソロの感じをつかみたかったんですけど、なんかすごく滑る
という印象があったんで、はい、終盤はなんかちょっとリズムが崩れてしまいました。はい、有吉選手が来たり、そして荒尾選手も来たりという感じだったんですけども、まあ、終盤ゴール戦までの最後のコーナーから振り返っていただいてどうですか？そうですね、まあ、最後も大きくはらんでしまったり、うまく回れなかったんで、まあ、その辺はしっかり反省 しながら、次につなげたいと思います。はい、まあ、エンジン的な仕上がりとしてはどうでしたか？エンジンは今節の中で一番、まあ、良かったと自分では思ってます。はい、わかりました。そして、来季またね、引き続き3期連続の S1 ということなんですけども、4月以降もまたどんなレースを見せていきたいですか？これまでと変わらない、いつも通りのレースをするのみです。はいはい、また来月オールスターもありますので、弾みになりましたね。そうですね、たくさんの方々に投票していただいたので、はい、楽しみです。はい、改めて今日の勝因はどこにあると思いますか？勝因わからないですけど、勝因というより反省の方が自分の中では大きいです。はい、そうですか。またではぜひ生かしていただいて、はいはい、では最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、優勝することが、できました。ありがとうございました。飯塚の新走路はすごく感じが良かったんですけど、最後はすごく難しいコンディションで、大変でしたけど、また、飯塚に来たらもっといい走りができるように一生懸命頑張ります。また応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。青山周平選手にお話を伺いました。ありがとうございました。